こんにちは、牛ワークです。今回は、オイルランタンの素材に。鉄の塊をプラスして、すごい、お届けします。キャンプ道具屋さんで買ったスノーピークのガスランタンパーツをベースに作ります。ちょうど缶コーヒーと同じ直径。缶コーヒーサイズのコンパクトなオイルランタンを作ります。ベースとなるガラスパーツのサイズを測定します。直径50ミリ、高さ105ミリのオイルランタンを設計するよう。設計図。素材は鉄の塊、これから部品を削り出します。部品点数は13点。鉄の塊をこんな感じで機械加工しました。鉄の塊がオイルタンクに中空になっています。二つのパーツをプレス機で圧入してタンク形状にしています。オイルを入れていくよ。タンクには 50cc のオイルが入ります。燃焼時間は8時間から12時間。コンパクトさ重視の一泊キャンプ用。芯の出す量で炎の大きさが変わります。光り輝いてかっこいい仕上がりになりました。空気穴の大きさを調整して、炎を安定させます。ネジで、タンクに合体させて。完成。コンパクトなサイズに、金属のずっしりとした重さ、490g。缶コーヒーサイズで作ったつもりが20ミリ長い仕上がりに。点火。合体させて、完成。暗闇で、炎が、金属の削り模様に反射してかっこいい。ずっと見てられる、炎の揺らめき。牛ワーク。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。スノーピークと勝手にコラボ。持ち運びに便利な機能をつけました。
反転させると、油漏れ防止のキャップになります。持ちスパーツも作成しました。タープに吊るして使ってもいいかも。夜、外でつけるとこんな感じ。キャンプで使うのが楽しみです。キャンプ道具に、金属加工をプラス、シリーズ化したいと考えています。それでは、また、次回。